まあ、僕も、ね、さっき冒頭でもちょっと触れましたけど、やっぱり SNS とか、はい、まあ、ファンも多ければ逆に SNS ではファンから以外もこういろんなやっぱりこうメディアに顔出ししてる人でいろいろ言われたりするわけじゃないですか、はい、それにやっぱり一喜一憂みたいなやっぱりすることは多いと思うんですよ。でこの先もまだまだ活動される中でね、そういう辛い思いとかもきっとする可能性あるんだろうなと思った時に、うんうん、ちょっと僕がこの年齢になって思ったことをちょっと真面目にパワポに言うみたいな、うん、残り時間というテーマなんですけど、この平均寿命、平均余命って言い方もするんですね。これはあのこの厚生労働省がです、厚労省が出しているデータなんですけど、まあだからこれ0歳だったらあの男子だったら平均81歳ぐらいみたいな、で女性だったら87歳よく言われてますね、これ平均、これ平均余命で、女の子の方が、ああもちろんもちろん長いんですよ、これ世界的にそうなんですね、女性の方が長生きするんですよ大体。で、大体男と女で6年ぐらい差があるんですね。そんなに、はい、で逆に平均余命、寿命を超えてもこの例えば90歳超えたらあと、男性だとだいたい90歳超えた人はあと4年生きるとか94まで生きるとかそういうデータなんですけど、面白いじゃないですかこれ、だいたい自分の残りが分かるわけですよ、うん、だから例えば25歳だったら女性だったらあとやっぱ60、平均的に言うと62、3年を生きるわけですね、うん、みたいなことが分かるわけです。まだまだよ、これは残り時間なんですね。だから僕とかだったらもう30年ぐらいしか生きれないですね多分、うん、でこれね、人生でトイレに入ってる時間、はいはい、これ僕ね、よくいろんな例えに出すよ、人生トイレに入ってる時間っていきなり汚い話よ、いいね、いいね、これね、社団法人のこの空気調和衛生工学会とかね、はい、あと世界トイレ機構ってあるんですよ、WTO って言うんですけどね、かっこいい、なんか WTO ってどっかにもあるね、ワールドトイレットオーガナイゼーションっていうの本当にあるんですよ。そのデータを見るとですね、なんとトイレのね、使用回数1年で2500回使ってるんですって、はあ、1日に8回ぐらい、まあ、これは男女合算ですけど、ね、うんうんうん、で、まあ、平均なんでこれより多い人も少ない人もいます。で、あと平均トイレの平均滞在時間なんとですね、男性で1分24から1分53、うん、まあ、2分切ってですね、女性ちょっとやっぱ長くて、だいたい長くて3分、うん、でも化粧とかする人を考えるともっともっと長いんでしょうけど、うん、本当はで、まあ、ここでブレはあるものの、うん、だいたい平均的には人は死ぬまでにですね、こう3年間ぐらいいるんですよ、長い人で5年いるんですよ、短くても2年はいるんですって、結構短い人でも2年はいるんですよ、結構ですね、そう考えたら、はい、でまあ、長い人だと5年ぐらいいるんですよ、人生のうち5年、3年から5年使うんですよ、いやそんないるんだ、で人生寝ている時間ですよ、うん、これ理想論ですけど8時間寝た方がいいと言われてます。そうですね、まあ子供と老人でまた変わってきたりしますけど、で85歳まで生きたとしましょう、はい、まあ、毎日8時間睡眠をとるとして、だいたいこういう計算式出すと28年間睡眠ですよ、はい、でまあ日本人平均が81年、だから80年とか80歳、81歳までだとしても27年間ぐらいは寝てることになると。じゃあそうなんで、まあ例えば6時間、毎日6時間しか寝ないよって人でも21年は寝てる、であんまりいないはずなんですけど、ショートスリーパーと言われる、うん、あの4時間ぐらいでいい人、あただこれも老人になったり子供の時はもっと寝てるんで、毎日平均4時間ってのはなかなか難しいでしょうけど、仮にそれやっては14年なんですが、まあほとんどいないでしょう、うん、すごい、人生の3分の1弱睡眠なんですね。そうそう、3分の1ぐらいはね寝てるんですよ実は、うん、であと人生で働いてる時間、これはちょっと荻生さんみたいな仕事ではないですけど、うん、まあ、いわゆる世の中一般でいう僕らみたいな、はい、ゲーム業界もそうですけど、うん、漏れなくサラリーマン的な会社員として働いている人、まあこれまあ正社員のデータなんですけど、うんうん、まあ、365日中土日大体104日ぐらい、うんうん、で祝日等で20、有給休暇って年間20とか、まあ、取れるんですけど、大体世の中の消化率はですね、実はフルに取ってないんですよ、大体みんな半分ぐらいなんですって、有給消化率って。だからせっかく休めるのに半分ぐらいはみんなプールするか捨てちゃってるわけですよ、うん、でこれ有給休暇11日仮に取ったら、だからそうすると年間230日が勤務してる時間ですね、うん、でそのうちその1日
何時間働くか、まあ、7.5 時間って言われてるんですけど、残業とかもするんで、これ平均で出てる統計のデータだと、大体年間2000時間働いてるんですって。で、そうすると1日あたり大体 8.69 時間の労働してることになるんですよ。まあ、1日でこう慣らすとね。で、38年間大体22歳に例えば就職して大卒で、で60まで働いたとしたら、まあ、大体働いてる時間だけで 8.67 時間でしょ。で、これ平均なんで、実はもっと働いてる人もいるんで、うん、まあ、これ1日11時間計算だと、で250日、まあ、有給もちょっと少なめだと 11.99、 これ僕なんかはこれかもうちょっと上ぐらいですね、はい、ゲーム業界のヤバい世代はもっともっと働いてる。そうですね、はい、で、まあ、僕計算してみたんですけど、僕の空港のいる時間と飛行機で飛んでる時間を合算すると25年間の計算でも約1年、1年間空港か飛行機で飛んでることになるっていう、その人生のうちの1年は、だからここから先もうちょっと飛んじゃうともっと大変なことになるんですけど、はい、まあ、僕はもう働いて30年以上経ちますけど、だいたい飛行機で飛んでる時期が25年はあるんで、計算したことなかった、面白い、はい、うん、そうなんですよ。で、人生で必然的にじゃあ使っちゃう時間って何かっていうと、まあ、さっき言ったようにだいたい3年ぐらいトイレに立てこもってるわけじゃないですか、はい、で平均的に人は死ぬまでにだいたい27時間睡眠してますと、うんうん、で、まあ、平均的にはですね、人はだいたい8年から11年ほど働いている。多分お給料さんもあの、なんていうんですかね、サラリーマンみたいな勤務形態じゃないけど、うん、ずっと立たれたらこうなっちゃうんですよ、うん、ね、でこれだけで、ね、40年ぐらい使う計算になるんですよ、うん、確かに。それ以外のこともしたいでしょ。確かに。そうするとね、意外と時間がないということが分かってきますね。で、まあ、ちなみに人生で食事は、これは時間と、まあ、要する時間と書いてある、時間は実はあえて書いてないんですけど、今回は回数ですね。これ時間人によるんですけど、まあ1日3回85歳まで生きたとしたら、だいたい9万3千回ぐらいこう食事ね、1日3回食べたらね、あのお客さんもっと回数増えますね、さっきの確かに夜食食ってる、ね、夜食で、お客さん24歳だとあと60年生きれるとしましょう、平均的に考えると、うんうん、60年を元気にね、しかも食べて3回ちゃんと食べたとしても、こうあと残りもう65,700、あと6万回食事ができるのか、ね、でよくディナー会食とか、うん、ディナー行きましょう、これはもうあと2万1900回ぐらいしかないわけですよ。お、はい、で僕の場合は年齢的に考えるとこの半分以下の計算になるんですね、うん、うわって考えるとちょっと数字にするとあれですね、数字するとね、こんだけしかいけないですよ、うん、もうそのうちの1回も今日たこ焼きで消費しちゃいます、うん、そうだお願いします。そうで、人生のさまざまな残り回数っていうのがあるんですね、うん、これ最近ちょっと流行ってる言われ方してるのは、うん、人生で夏を謳歌できる回数っていうのがあるんですよ、うん、夏って1年に1回しか来ないという考え方でいくとですよ、あと何回ありますか、待って、確かにそんなない。しかもそうじゃん、しかもですよ、ゆうかさん、こうあのああいうかっこいい水着着たいなっていう水着も着て、うん、あのもう風邪ひいちゃうから、もう おばあちゃんちょっと人類は海は行かれへんっていう、こんなじいちゃんばあちゃんになるなったらいけないわけだから、寿命じゃなくて元気なうちで、しかも自分が着たい服を着て行ける海とか夏を楽しめる回数ってすごい少ないでしょ。少ない、すごい少ない、少ないね。0歳から85歳でも85回しかないわけだから、そのうちの元気なほら下手したら人によるけど、うん、40回ぐらいが関根山みたいな場合もあるわけですよ。そうでしょ、少ない。で、あと帰省できる回数ですよね、まあ、田舎に帰るそう、これすごい少ないですよ。実は皆さん計算してみてください。年に2回お盆と正月だけだったら年に2回ですよ、まあ、あと何年いけんのっていう、親の寿命を取るんですよ。確かに。で、あと、まあ、同じ話ですね、両親と会える回数、うん、食事できる回数、うん、考えましょうと。確かに。あとペットと、これだ、うわこれ本当に嫌だ、本当に嫌だ、これ嫌じゃないですか。これ僕もう、うちの柴犬平八くんが16歳なんですけど、こんなでっかいがんが見つかって、この間ものすごい何十万もかかる手術をやって、こんなでっかいの取り出したんですけど、大丈夫かどうか分かんないんですけど、うん、まあ今フラフラしてるけど元気なんですけど、もう平均寿命の時には16ではもう、そうですね、すごい、そうね、うちあとハムスターももう平均寿命2、3年ですけども、2年経ってるんですね。でそうすると子供がこの可愛がってるペットは死ぬんじゃないかと子供も恐れてるし、僕もドキドキじゃないですか、もう絶対泣いちゃうよと、うん、まあ、だけどこれ残り時間考えたら、そうなんですよ、ね、何回撫でてあげれるのって話じゃないですか。こればっかり
嫌、本当に嫌です。辛いんですよ、これは。でも考えた方がいい、本当にダメ、はい、で結局大切な人、ね、配偶者と恋人と過ごせる時間、だって、ね、まだ今結婚もしてないわけですし、はい、で考えると自分はもう24歳なわけだし、そういう人が現れてからも、うんうん、そういう人と過ごせる時間っていうのも限られてます。確かに。で最も重要なのは残りの人生で遊べるゲームタイトル。ほら、それ原田さん、持ってったぞ、持ってったぞ、そっちに。これはね、赤字だし、これは考えた方がいいですよ、本当に。本当に俺ぐらい年齢になるとあと何タイトルもう、いやいやいや、そうっすよ。もうね、俺残り人生で無理なんじゃないかってぐらい積みゲーがあるんですよ。積みゲー。そうなんですよ。これは早期リタイアして遊ぶべきなのか、それとも早期リタイアせず自分のゲームを作るべきなのか。なるほど。ものすごい僕悩んでます。悩みですね。すごい大きい字で赤字。人生の岐路です。まあちょっと真面目な話に戻りまして、うん、残り時間とか回数をちゃんと考えるんですね。例えばツイッターで無駄に煽られて反応してる時間。これはどうなんだと。邪魔だな。ツイッターであらぬ誹謗中傷を食らって落ち込む時間。これトータルしたら割と増えてきますよ。そんな時間もったいないな。で嫌な人と過ごす時間。もったいないんじゃないかな。こんなんいらんで。あとフェイスブックのねメッセンジャーアプリで知らないフランス人から電話がかかってくる。あんたや。ちょい深夜にかかってくるんですよ。大体フランス人なんですよ。フランス人なんで気軽に日本語話せんのかって聞いたら、中途だけ話せん、いやいやほぼほぼ聞き取れないけどみたいな。フチョフチョ言ってますか。なんなんですか。ファンの人がかけてくるわけです。これもトータル時間にするとすごい俺の人生の時間奪われてる。しかも睡眠時間まで奪われてますからね。もったいないですね。確かに。これこういうのとか、はい、まあ、であとネオジオ CD のやたら長い労働時間。もう邪魔だわ。世代的に分かんないかな。ネオジー、これは、これはちょっと無駄だわ。生まれてる、ちょっと知らないかな。生まれてない。良かったですね。これで大変な時間を過ごすところでしたよ。これちなみにどんくらいなんですか、労働時間って。まあ、いろんなタイトルにもあるんですけど、新サムライスピリッツとかだとさあゲームやるぞって CD 入れるじゃないですか。まあタイトル画面でキャラクターセレクト画面に行くまでにもう何分もかかる。キル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 。トイレ行って帰って。ちなみにトイレ平均時間でいうところの トイレに行って、女性のトイレの平均時間でも帰ってきてもまだタイトル画面にも行ってない。うわー、それはちょっとあれだな、ロスだな。もう1回対戦して片方がキャラ変えたら1分で、両方変えちゃったらもっとですよ。1分、そう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 、遅いな。それしか遊べないこともあったりする。そう、あ、これはそので、対戦したらなんかサムライスピリッツってこの刀使うゲームなんですよ。ドガーンって言ってなんか2発切られてこんなになって、なんか5秒ぐらいで KO されて、あっさりな、あっさり、そんわりそんわりって言われて、でなんか2戦目行こうと思ったらこう、いや俺なんか長い、10秒も遊んでないよね。労働時間の方が長い。これよく考えたら俺これのせいですごい時間使った。これは多分相当な時間取られてる。新鮮な大変。SNK さんにちょっと俺抗議したい。これはもうね、あなたたちのせいでこの残り時間だ。あー面白い。俺の人生の中にネオジオ CD のやたら長い労働時間が俺ぼなんか俺破壊しに書いてもらおうと思って。また。そう、破壊しに。ほぼテーラスイスト。何を横に。そう、何ほぼテーラスイストって墓の横に。横に。あのほぼテーラスイストの原田が。SNK のネオジオ CG で使った時間みたいなトータルを書いて、そう細かいのいっぱい書いて。そうなんですよ。で考えるね。でね、そんな時間をまあ人生に、まあ、費やすことにいろいろ疑問が湧きますよね、うん、だからあとこれ重要なんですよ。楽観主義者には時間が長く与えられてるんです。これね、これ面白いです。こう北米のボストン大学の医学部の研究で、楽観主義者と言われる人たちは85歳を超えて長生きする確率が高いことが判明してるんですよ。さっきの平均を超えれるわけですよ。で、これもね、別の研究なんですけど、50歳から79歳までの女性16万人26年間も追跡する調査をやったんですよ、うんうん、でそこで楽観主義ってカテゴライズされた女性はそうでない女性よりも全体的に長生きだったんですよ。でストレスが起きるとこう、うん、
コルチゾールっていうのが分泌されるんです。なんか出るんですか。嫌な時間を過ごしたりストレスがあったり、コルチゾールっていうのは血液にガーって出てきちゃうと、うんまあ、血管とかいろんな内臓とか疾患とかなりやすいって言われてるんで、この楽観主義でやっぱり楽しく、ほらあのツイッターのアカウント名もね、いっぱい笑いになってるわけじゃないですか。やっぱりそうできるだけ笑ってこう楽観的に、いや大丈夫大丈夫、嫌なことあっても大丈夫、なんとかなるよと思ってると、このコルチゾールが減って、あとコルチゾールって結構例えば子供をハグするとか、そのペットとするとか、それでも減少するんですね。減少させることもあるとできるらしい、わかんないですけど、あんま詳しくないですけど、ただコルチゾール出ないようにできるだけすると長生きするんで、楽観主義はいいと言われてるんです。だから、こういうコルチゾールできるだけ出さないように、なるほど、生活してほしいと、まあ、日々楽しく生きることがどれだけ大切かのお話で、このネオジョーシーでやたら長い労働時間でもイライラしない。イライラしない。でもこれ多分俺これのせいでコルチゾールがものすごい多分。これは無理だわ。出る。ちょっと一回経験してみたいですけどね、このネオジョー。いやもうね、寿命縮まりますよ、だから。本当に。でもやっちゃうんですもん、ね。人生の時間削られる上にイライラするから。SNK さんに取られた時間とその奪われた余命っていう本を出そうかな。本当に反逆本みたいなやつ。そう、何それ。なローディングっていうバーガーが遅いんですよね。本当に1ミリ単位で動くやつ。そうあれ遅いっすよ、まあ、というわけで、そのできるだけ楽観主義で、はい、行ってくださいと。やっぱあるんですね、ストレス溜めちゃうとやっぱね、寿命ダメです ね、 ね、そうです。でも原田さんのこのこれ毎回面白い、毎回って今日2回目ですけど、そうそうそう、なんかずっと聞いてられる面白さのやつよね。僕がいろんなゲームやるんですけど、必ず毎晩やるのが銀行強盗するゲームなんですよ。どんなゲームあるんですよ。ペイデイ2っていうね、有名なタイトルが海外では、日本ではあれなんですけど。え、まだやってるんですか。銀行強盗するゲームなんです。4人パーティー、知らない外国人たちと、はい、僕の入る時間帯はなんかやたらと英語じゃない、見たことないこうロシア語とか並ぶような、本物にヤバい人たちみたいな、でなんか結構その夜な夜なバーチャル犯罪者が集まって、あの銀行を狙おうみたいな、で本当に警備員とかをこうペッてこう拘束したり、できるだけもちろん殺人はしない方がいいんですよ。FBI が来ちゃう、はいはい、で銀行の金庫をこうドリルで一生懸命開けてみたいな、でみんな仲間で守ってですね、でバレたらもう警察が来て、警察と銃撃戦になって、しばらくしたら FBI が来てっていうことをやってるわけですよ。これをどれぐらいやってるかって僕びっくりしたんですけど、僕これまでにその銀行強盗を1000時間以上遊んでるんですよ。ドリル回してる時間だけでも150時間ぐらい、銀行強盗を1000時間ぐらい遊んでるんです。だからドリル回すの何時間やってるって。150時間。だから俺はドリル専門じゃないので、ドリル専門の人はもっとですよ。持ってってんの。でもさ、この真剣に話す原田さんがすごくこう、いやでも考えないで、俺あの銀行強盗のやつ1000時間超えてたって言ったら、うちの妻大問題になって、まあ、家族会議ですよね。お父さんは夜な夜な何をやってるかって子供と話をして、お父さん議題でしょ、寝てからだからね、子供は何やってるのって言ったら、ペイデイ2ってやつなんだけどって、どんなやつって、銀行強盗なんだって。銀行強盗まだ小さいですよ、小学生低学年と幼稚園ですから、銀行を毎日襲うんだよねって、それを1000時間やってた。1000時間みたいな、びっくりですよ。1000時間、うちの妻もそれをやることによって、あなた何を得たんだと。何を得たんだ。確かに俺そんなに1000時間銀行バーチャルで襲うぐらいだったら、一件本当に襲った方がまだ、ほらね、ゲーム代ばっかり払ってこう追加ダウンロードコンテンツを買い続けて、すごいいっぱい出るんですよ。でそれを大量に買って、毎晩毎晩銀行強盗のシミュレーションしてるわけじゃないですか。うん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 。で何を得たかって言われたのにすごい衝撃を受けて。確かにって考えてて。それ言われると。何を得たんだろうな。返さなかったの。いや俺はそれで一言言う、うん、ちょっと子供の手前もあるし。そうね。それはね。
言わなきゃと思って、プライスレスだって言ったの。そしたら嫁に普通にクレジットカードかって言われて、クレジットカードの CM かって。CM かって。プライスレス。プライスレス。いや、それぐらい言いようがねえなっていう。もう正面からこうマスクをつけてから入るパターンとあるんですよ。もうバレていいパターンとバレないように撮る2パターンですけど、僕はもう路上で普通に通行人とか普通の車とかがいるところの状態で、みんなでスーツ着た状態で銀行の入り口を見てからマスクオンって言って、4人で一斉にマスクして銃をガーって出したら、民間人みんなキャーって逃げるわけじゃないですか。もうその時によくできてるんですよ、このゲーム。 BGM が変わるんですよ。ものすごい僕その作ってる人にまでこうよくやり取りもする中になったんですよ。で、まあ、あまりにも好きなんで、そのペイデイ2 のスウェーデンが開発したんですよ。スウェーデン行った時に、あの俺の大好きなペイデイ2の故郷だって言ったら、プロデューサーが会いに来てくれた。すごい、すごいな。そうなんです、ミスターあるなっつって会いに来て、ホテルに会いに来てくれて、それぐらい好きなんですよ。で、もうあの音楽 そのシステムが最高で、そのシチュエーションに合わせて変わってくれるんです、で、音楽が変わって、もう銀行に入っていって、みんな伏せろ伏せろ伏せろって言って、全員伏せさせて、こうね、タイロープ、タイロック、タイロープってやつをこうギュッてこう、映画でよくやるじゃん、あれやって、そのこうダイヤモンドとかもこうガシャーンって割って、全部ガーガーガーってやって、銀行だったら全部こうドリルで開けてみたいな。それやってる間に通報が、バレると通報行くわけですよ。通報行くと、こうまず警察が来ますよみたいになったら、今度また警察がドワーって来て、盾持って銀行の前から言ってくるわけじゃないですか。もうその時また音楽が変わってテンション、その時また脳汁が出るわけですよ。今言ってるだけでも思い出せる。目が輝いてる。なんか知んないけど、なんかしらそれがやめられなくて、やめられなくて、で毎日その白バイのみたいな格好してる人とかをこう、あと警備員とかにものすごい警戒してるから、もう普段も警備員とか見るとこう、いや本当に条件反射なんですよ。現実世界でも条件反射で警備員を見るとおっってなるんですよ。っていう感じの家族会議でも語ってたら、まあ妻どころか子供までドン引きしてましたね。確かに。お父さんはそのじゃあ警察の敵なのみたいな。ああ、ピュアだから。ちっちゃい子だからね。いや、あのこれはゲームの話だよ。確かに。ちょっと誤解しちゃうんだ。お父さんゲームのなかったら何でもなれるんだって。でもそれがもっとヒーローだったらよかったんだけど、俺銀行強盗。銀行強盗。悪者になって。でもその自分の部屋がある、セーフハウスで自分の家があって地下室があるんだけど、そこに死ぬほど札束が積まれてるわけですよ。本当に今まで取った分が、で自分の取り分だけが本当に積まれていくんですね。視覚的に分かるようになってるわけです。でその金庫をギーッと開けて、子供にほらこんなに持ってんのって言ったら、さすがに子供はちょっと僕尊敬の眼差しさせてみたいな。パパすごいすごいって、え、こんなにどうやって集めたのって、全部ね、中央銀行とか狙うとすごいですから。やばいよ。お父さんこれ全部ヘリで運んだからって。ヘリで運ん、ヘリコプター乗ったことないでしょって。だんだん英才教育が始まってます、ね、パパはもう毎晩乗ってるんだ。悪いことをしとるんやで。いや面白いな。なパパあと仲間は見せないんだよ、いい風に持ってくるでしょ。パパは絶対仲間を守るから。まあパ、まあ、仲間4人で全員で最後ちゃんと4人で、見捨てないと。いい風に話してるけど強盗って言ってる。強盗なんですけどね。確かに。でも私それこそ今コールオブデューティーやってるんですけど、いやマジっすか。もう止まんないです。ほんとにコールオブデューティーの何、え、そのモバイルじゃないですよね。あ、そのもうモバイルなんですけど、モバイル版のなんですけど、あれをやってるんですね。もうほんと課金しちゃうんですよ。あ、課金しちゃいます。よくないんですけど。来月怖いで課金しちゃいます。そうですね、来月来るよ。止まらない。何時間でもできるんで私。いや危険ですよね。であれはもう銃でパパって撃ち殺すやつなんですけど、なんか
楽しいですよね。だから一緒ですよ。僕もめちゃくちゃわかります。打ってるのが FBI か軍隊かの差です。その違い。楽しいです本当に。だからね、あと銃とかも別に課金して強くなるってわけではあんまないと思うんですけど、うん、見た目とか、うん、あと銃、そうそう、だんだん興味出てくるでしょ。そう、打った時に相手が死んじゃう時に、うん、なんか出るエフェクトとか、うん、そういうのがまた違くて、銃のかっこよさとか。快感受け取るな。完全にやられてるよ。完全にもこれをですね、2月16日、荻野由香さん誕生日ちょっと遅れました。ちょっと待って、俺も見たことない、そんなの。はいはい、あ、見たい見たい見たい。おめでとうございます。おお、おめでとうございます。いいですな。こんな、すごいよ。私ですか？まさかの。似てる似てる。小屋がこの間の。美化されすぎですけど、めちゃくちゃ。いやいやいや、特徴取られてますよ。この間のイベントのね。やばい、これやばい。首の長さまで再現されてる。めちゃくちゃ嬉しい。これ結構良くないですか？やばいですね。こういう感じでいつもキャラ描いてくれてるんですけど、もう海外の人が好きすぎて、この何百何千リツイートってしちゃう方なんで。え、待って、やばいですね。いいんですか？しかも、ね、デジタルじゃなくて直筆ですか、これ。これはデジタル。デジタルで加工してあった。これってどのくらいで描くんですか、これは。似顔絵が実はそんなに得意じゃなくて、結構1週間まるまる使えます。いやー、そうなんだ。すいませんでした。そうなんだ。残り確かにね、元のモデルがリアルっていうのはあんまないもんね。だってね、ゲームのキャラだもんね、描いてる。すごすぎる。ちょっと見せてもらいます。やばいやばいやばい、かわいすぎる。これいいですね。これいいわ。これ飾らせていただきたい、うん、本当に。これはすごく、そう、僕から渡した素材はこの間のイベントの荻野由香さんの記念写真を、こういうイメージです。すごい。ほくろ、ほくろ、ほくろも、耳のほくろもちゃんとある。当然こういうポージングは写真で撮ってないですからね。ないですよね。服もちゃんと。ラグさん、さすが。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。やばい、嬉しい。そう、俺言った気するわ。その荻野由香さん書いてもらえばって言ってたよね。俺はそれで、それかボソッと言うから、それだ。え、俺おじいちゃんみたいになっちゃった。今思い出した。もらったもらった。そうそう、俺そう、ラグさん来るって聞いてそれ言ってたんだよ。これこれなかなかいいですよね。いや、いい。天才ですよ、うん、いい笑い方してますそれ、うん、いい笑い方、うん、ありがとうございます。一生大事にします。ありがとうございます。やば、いいですよ。あの小三郎にペロペロ舐めさせて。いやいや、実家には持ってきません。自分の家に。自分の家に。何が生まれるんだよ。自分の家で持ち帰る。舐めそうじゃん、だって。この番組は原田のバーですから、うん、ここで終わるわけないんですよ。あの、何ん、最後はこの額額縁代だけでも払っていってくださいみたいな。第2のサプライズから。ちゃんと請求される。財布出さすの？しっかり請求。うん、今日とある方からですね、はいはい、ちょっと物を預かってました、ね。物を預かってます。ちょっと原田さん、絵みたいなね。あの、ちょっと読んでもらおうかな。俺が？はい、あ、ってことはなんかレター的な。はいはい。ちょっとこれを預かってますんで。ほうほうほう。あ、封筒とかに入ってるわけじゃないの？はい。はい、ゆかへ。NGT 最後の生誕祭の際に書かせていただいた手紙で。ゆかに書く手紙は遺言状以外最後になると思っていて、まさかこうしてまた手紙を書くことになるとは思ってもみませんでした。今回は前回と違った視点でゆかに本当に最後のお手紙を書きます。最後のお手紙、うん、大概のことは今までいろいろなところでいろいろな形で発信してきたため、パパとゆかのエピソードのネタも尽きてしまいました、うん、お父さんからですね。お父さんからですね。そしてもう年も年で内臓も一つ摘出しているので、うん、そうですね、いつお迎えが来てもおかしくないので、うん、今日は本当に最後の手紙になるよう、や、なるように遺言状をしたためようと思います、うん、特にお金も資産もないので
遺産としてゆかに残してあげられるものはありません。なんやねんそうなのか。ただパパの人生、ゆかのおかげで本当に楽しかった。そこだけは本当に感謝しています。なかなかアイドルの父親になることなんてできないし、ましてや日本を代表するアイドルグループ AKB の選抜総選挙の速報で1位をいただける娘の父親なんて、そう簡単になれるものではありません。あの発表の日の鳴り止まない LINE の通知音を一生忘れることができません。そしてゆかを応援してくださるファンの皆さんから P さん P さんってお声掛けいただき、仲良くしていただいて天にも昇る心地で、本当に毎日が楽しかったです。応援してくださる皆さんに大変感謝しています。ただパパの人生の中で一つだけ後悔し、ゆかに申し訳ないと思っていることがあります。それはあの時ゆかを守ってあげることができなかったことです。その結果ゆかは傷つき苦しみ、夢を見失ってしまいました。もし戻れるならもう一度あの時に戻り、勇気を持って毅然とした対応し、ゆかを守ってあげたい。あの時の数少ないチャンスできちんと対応していれば全く違った結果になっていたと思います。それだけがパパの人生最後の後悔です。本当に親として申し訳ない気持ちでいっぱいです。パパとゆかは毎日のように親子喧嘩をしています。お互いに些細なことで感情をむき出し、 LINE で喧嘩になります。でも寝て起きたら何起こっていたのかと怒りを忘れて、何事もなかったかのようにまた可愛いスタンプから LINE が始まります。それでもこの親子喧嘩もいつかは必ず終わりが来ます。それはパパがじいちゃんやばあちゃんと二度と喧嘩ができないのと同じように、その時にイカがパパにもう一度会いたい、もう一度パパと喧嘩をしたい、パパの作ったご飯がもう一度食べたい、そう思ってもらえるような親子関係でいられたらと思っていました。そしていつかゆかが親になった時にパパやママの気持ちが初めてわかると思います。今のパパがじいちゃんやばあちゃんがパパに口うるさく言っていた気持ちがわかるように、これはパパからの遺言状なので最後に一つだけお願いがあります。何があっても絶対幸せになってください。ゆかの悲しむ顔をもう二度と見たくありません。そしてパパやママがいなくても3兄弟仲良く力を合わせて助け合って生きていってください。パパの願いはただそれだけです。子供たちの幸せがパパとママの幸せです。元気で健やかにゆからしくこれからの人生を歩んでください。パパはこれからもずっと見守っています。以上です。これ待って、これ死んじゃったみたいな書き方でも私こんなんじゃちょっと待って、ちょっといいや、いい、ちょっと待って、私遺言ですからね。ちょっとずるい、これがずるいのが、本当この間おじいちゃんが亡くなっちゃったんですよ、うん、あ、そうなんだ。で、なんかそれからのこういうあれはもう良くないですよ、本当にもうこの間私散々泣いたんですよ、こういう ね人が亡くなっちゃう系の感じで言われると本当にダメなんですよ。今ちょうどね、本当にもうね良くないですよ、こういうなんかいやなんか遺言とかそういうこと言う、本当良くないですよ。いやそれね、でもね俺娘ができたから分かるな、これ本当に良くない。いやこういうね、でもねこれ親ってやるんですよ。僕も子供にまだもちろん当然見せないけど、あの今からでも書いてるもん俺、これあの中のノートパッドに書き溜めてるんだけど、これすごい分かる。よく逆に言うとこの短い文章によく収めたなと思う。これじゃ済まないよ普通。本当に私もう人の死とか本当ダメで、うん、この間おじいちゃんが亡くなっちゃって、うん、もう本当になんかあれで。でもね、さっき言ったようにやっぱりくしくも同じテーマになったけど、うん、残り時間をね、そう、うん、みんな平等に残り時間は減っていくので。まあ、特に家族の死とか本当考えない。いやもうね、本当ね、こんなに悲しいなら愛などいらぬだけど、本当にそうじゃないけど、うん、本当にそういう、うん、なんでだろうと思うよね、うんうん、そうね。でもまあお父さんはもうこれで手紙は書かないですから。そう、なんか前に生誕祭とかでも書いてもらったこと一回あるんですけど、うんうんうん、確かに。でももう多分ないと思うんで、多分はい、いやお父さん俺もう一回書くと思うな。いやいやいや台無しでしょ
台無し。いや俺はでも俺はやっぱ娘2人を持つ最後最後娘2人を持つ親の気持ちとしてこれじゃ足りないと思うと思う多分だけど、うん、でもねまあでもなかなかねお父さんがこうやってちゃんと書いてくれないよ、まあ、確かに大前提としてね、うん、卒一回何歳かの誕生日の時と卒業公演の時だっけにありましたね、うん、でこれ3度目ですね3度目じゃあもうないねそうなんですかもうないもうないなかなかねやっぱり、ね、手紙はほら恥ずかしいからいやでもね身内には届かない、ね、でも本当にあのこういうなんかもう死が近いとかそういうの良くないそういうこと大丈夫まだないけど良くないけどこれ面白いことにやっぱり考えますよね50超えると、うん、まあそうです確かに50超えるとね考えますよ。みんな人によるかもしれないけど、俺は初めて考えたな。やっぱり、うん、親は絶対守れると思ってるからね。うんうん、娘のとか自分の子供を守れる、守んなきゃいけないし、守れると思ってるから、それで守れなかった時はそれは後悔するよね、うんうんうん。絶対守れると思ってるからな。うん、じゃあ渡してください。いやもうぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにまあまあでもあのいいお父さんですよ、うん、いや本当にいいお父さんですよ、まあ、そうだと思いますすごく、うん、羨ましいもんすっごいイライラするけどまあだと思います本当にそうは思いますいやだけどね お父さんに話しかけていいかどうか分かんないけど番組上、うんうん、大丈夫映ってないからでもあのお父さんでも本当に例えばそのさっき後悔もしてるって言いましたけど例えばもうこれは本当例えでしかないですけど子供が何かに苦しんでますんで、まあ、僕別にね神様の存在とか別にそういうのは特に信じてる信じてないはない全くないんですけどじゃあ例えばそこなんか神様みたいなのが現れてお前の寿命をこの問題はお前の寿命をなんか10年縮めたら解決してあげるって言ったら即答で10年持っててくれて言いますよね言いますね平気でもう半分になってもいいですよね別に、うん、それは本当思いますよ、うん僕でさえ思いますもんね、うんうん、やっぱり半分持っていったらこの病気治してあげるとか言われたら持ってて半分とは言わずも全部持ってってから交換してくれって言うし、うん、そういう気持ちではいますよね親としては、ねうんうん、それは本当に現れてるなと思って、うんうんうん、ね締めにくいいやあなたですよこの最後でこの構成急にこんな持ってきたな、うん、さあそんなわけで原さん締めにくい中ですけども、はい、ここはもうちょっと久々に原さんに締めてもらわないと困りますね、うん、そうですね締めるというかもう本当に今日はみんなたくさんのギャラリーの方も いい雰囲気じゃないですかこれありがとうございますこういうやっぱギャラリーも本当は少ないんですよこれでも、うんうんでもうね大木ゆかさんにも2回も来ていただいていやありがとうございます本当に、うん、でもう言いたいのはまあここにね場を共有できた人はもう一緒に入れたんですけどこれ見てる人はね、うんうん、録画で見て特に大木ゆかさんのファンの方、うん、結構見てると思うんですけどファンの方は本当に大木ゆかさん守ってあげてください、うん、本当、うん、本当ですよありがとうございます、うんだからね、原田の番に2回来てここに座ってる荻生家が真実ですから、うん、もう本当に守ってあげてほしいなと思う ね、うん、やっぱり外にそういう味方がいるっていうのはすごいいいことなので、うん、身内は絶対、ねうん、無償の愛ですからみんな守ってくれるのは当たり前なんだけど、うん、なかなか、ね、世の中外に出て外にこう第三者が守ってくれるってなかなかないので、うん、そういう意味で言うとファンたくさんいますからぜひファンの方は荻生家さんをね守ってあげてくださいありがとうございます見守ってあげてくださいありがとうございますだからもうねそれこそ新潟の看板もホリプロの看板もないですから、うんうん、何も背負ってないわけですから、はい、好き勝手やってもらわないと、うん、それを多分ファンは望んでると思いますよ、うんうんうん、好き勝手やってる荻生家、うん、いいも悪いもはっきり言ってだからそれが一番本人にとっても楽だと思うし、うん、ファンがそういう荻生家を見たい、うんもういいんだよと、うん、
いう状態になってますから、あなたはフリーですから今、うん、コルチゾール出ないんですねいや本当にそのように生きていきます。本当にさっきの残り時間を意識して楽しく見てください。はい、ありがとうございます。というわけで本日のゲストは荻野由香さんでした。イエーイ。オッケーですね。私、あれちょっと待って、合わせかけてこないよ、ちょっと待って、あ、出た、待って、ちょっと待って、すごく、俺は超えたぞ、これ ソフトクリームですよ、ソフトクリーム今一瞬、10割トーチで、トーチだよ、10割だよ、トーチ、トーチ、トーチ、いつ、いや、ある意味いつものだね。マジ、あ、まあまあすみません、確かにいつものだ、いつもの割合なんで、こんなの初めて見た。いつもこれ聖火ランナーじゃないですか、俺すごいね